はい、じゃあ今週の相場解説始めていきます。5月17日月曜日朝5時46分の相場を見ております。早速切り替えていきますね。なかなかね難しいんで基本に立ち返っていきましょう。まずは週が変わったんでウィークリーです。ウィークリーを基本に立ち返ってみるってどういうことかっていうと、これがね右肩下がりなのか右肩上がりなのかそれとも横ばいなのかってことなんですよ。これは横ばいというふうに判断しますね。横ばいの拠点ってのはこことここ、そしてこことこことここ、この5つの点を結ぶと2本の棒のようになるでしょ。で横ばいになるってことなんですよ。だいたい横ばいなのか右肩上がりなのか右肩下がりなのかってことは、この図で見る一番左のスタートの地点と一番右の終わりの地点を見てみますね。それを結ぶと右肩上がりか右肩下がりが見えるんですけども、やっぱり横ばいですよね。はい、じゃあまずはウィークリーが横ばいですということでメモに書いておきます。ウィークリーが横、はい、じゃあ1個書きましたよ。で次はですねデイリーになります。1日足なんですけども、先ほどの理屈でいけばここからここに行ってますんで右肩上がりっていうふうなことが言えますよね。まあですんでこちらの方に書いておきます。次はデイリーが右肩、右肩上がりですね。で次は4時間軸です。4時間になってくるとこれもここから始まってここから終わってますんで、まあ上昇して右肩上がりというふうなことが言えるんじゃないですか。ですので4時間も書きますね。あれ、しまった、これになっちゃった。ちょっとすいません、時間を取らせます。これやっちゃうとね面倒なんですよね。はい、上がり、はい、時間取らせました、すいません。で次が1時間足ですけども、これが1時間なんですよね。1時間もここから入ってきてここで終わってますよね。ということは右肩上がりということが言えます。でどうでしょうか。こう整理するとね、ウィークリーはともかく横ばいなんですけども、デイリー4時間1時間が右肩上がりで揃ってますよね。まあ、ですんでこれは右肩上がりのトレンドっていうことができるわけなんですよ。うん、でもう一回図の方を見ていきます。ウィークリーです。今この図っていうのは前回の解説だとね、高値圏に入ったからこっから下の方に行くんじゃないかなってことで大枠は見てるんですけども、大枠はね、デイリーを見てみますと下に下がるにしてもね、まだ上昇の勢いをとどめているってことだと思うんですよ。もしこれが下落に入るんだったらヘッド&ショルダーを完成させるなりね、こっから1点底でぐーっと落ちていくなりっていう動きがあるんですけども、なんか抵抗して上の方に下がった分だけ上がってるを繰り返しているということなんですよ。もしかしたらこれ W の右辺が強いに通じるかもしれませんよね。ということなんでこの辺まではまだ上がるんじゃないかなっていうふうに見ることもできるんですよ。で、4時間の方を見てみますとどうでしょうか。こちらの力点を突き破れてはいないんですけども、もう一回トライしようと思って上の方に上がっていくように見えます。で全体的には右肩上がりなんで、右肩上がりに行く力がまだ働いてるってことなんですよね。まあ本来これがなくなっていたらここで叩き押されてこんな陽線なんてできないんですよ。もっともっと落ちていきますからね。ここの抵抗を割って下の方に行くってことも考えられたわけなんですよね。でも長いヒゲを出して、これ下ヒゲを出して上の方に行ったわけなんですよね。で1時間の軸を見ています。改めてなんですけども、上がる勢いは強いんですけども、下がる勢いっていうのはそれほど強くないっていうのが見て取れます。まあ横ばいでとどまっているかなってことです。全体的にはこうやって右肩上がりですし、今まで見てきた時間軸でも右肩上がりの解釈が成り立つということは、これ上昇する可能性高いなっていうふうに踏むこともできるんですよね。まあ今日言えることはそれだけです。反面ここまで落ちる可能性もありますからね、この1時間にしても。
ということでね、今日も特にエントリーにつながるようなことはお話できませんけども、基本に立ち返って全体の時間軸を右肩上がりなのか右肩下がりなのか横ばいなのかってことを整理してですね、それぞれの時間軸を一つの画面に起こしてみて、全部行く方向が揃っていたらそちらの方にエントリーすればまあ負けはないっていう風な、これ基本の考え方になってきます。まあ、その上で別の要因があって、上がりきったところの上がりが下がったの、上がりきったところの上がりが揃ったところなのかっていう問題もありますけども、今はそういう風なね、副情報がなかなかね決めにくいんで、第一情報だけで見ていって、これは買いの方で入ることはあるけども、まあ、それを前提にもうちょっと用心深くね、この月曜日見ていこうかなってことですね。いや、苦戦しそうですね。先週は本当に苦戦しましたけども、今週もその流れを引き続けて、相場が動き始めたらね、またなんか見えてくるのかもしれませんけども、今日の時点でまだ相場が動いてない時に判断すると思ったら、これが限度ですね。ということで、大したことは言えませんでしたけども、まあ難しい日は来ますんでね。こういう時にどう冷静に対処するかでございます。とりあえずエントリーは控えに控えまくって、エントリーするにしてもロットをね、いつもの2分の1から3分の1ぐらいに抑えて、損失を抑えながら、いろいろと気づきを拾っていきたいなと思っております。本日は以上です。